バッキーが作りました作品はその後まで生み出しているのです。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。最短駆けつけ2時間特殊清掃遺品整理。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきましょう。動画内容をまるまる信じないように注意してください。本日の話題は栗山流についてです。いつもはおちゃらけて動画で話していますが、今日だけはそういった話し方ができないですし、内容がエグすぎるぐらいエグいので、女性視聴者様は事件の概要部分はスキップ推奨でございます。決して脅しや不安を煽っているわけではなくて、事件の概要をそのまま語れば 100% YouTube の収益が剥奪される内容です。実際にこのように他のチャンネルさんがアップしている栗山流の動画のサムネイルを見ても、女性は見るなと警告されています。これはサムネイルで釣っているわけではなくて、本当にそういった内容なんですよね。しかしまたこいつがそろそろ出てくるのも現実の話ですから、触れておかないとダメです。もちろん皆様からも動画で警鐘を鳴らしてくれとマカロンが届いておりますから、まず先に読んでいきましょう。 AV 制作メーカーバッキーの創業者だった栗山流ダイヤル Q2 の発案者という男が20年の刑期を終えて、2025年には刑務所から出てくるそうで、この男の性癖で作った AV メーカーがバッキーだそうです。普段からこちらの動画でもおっしゃっている名前に竜を使っているものの、犯罪者率は抜きに出ているというのもまさにこれじゃないかとなったので、いつも動画興味深く視聴しております。次、ケンケン先生こんにちは。またヤバいやつが出所するようなので注意喚起していただきたいです。そいつの名前は栗山流で、鬼畜のサイコパスです。1ミリも反省していないようで、再犯する可能性が高いと思われます。こんなやつが出所できること自体おかしいですが、出所する以上は自分で守るしかありません。ご検討のほどよろしくお願いいたします。次、ケンケン天帝、刑務所から一番ヤバいやつが出所してきます。昔動画を出したと思いますが、バッキーの栗山流です。ここらで動画出して注意勧告してた方がいいんじゃないですか。女性の皆さんはすぐさま逃げてください。次、最強の男が近々シャバに戻ってくるらしいのです。それは栗山流、漫画ドラマ映画以上の人間です。永久に無所にぶち込んでおいてほしかったです。最後もう一通、ケンケン先生こんにちは。いつも楽しみに視聴させていただいてます。バッキー事件の主犯栗山流が懲役刑を終えて、近々世に再び放たれるのではとネットで話題です。この男、調べれば調べるほどかなりヤバいですね。汗、警告防犯の意味も込めて、ぜひ動画で取り上げていただきたいです。はい、5名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。それくらいとんでもないやつが出てくるんです。このクラスがシャバに出てくるってことは、日本の司法は間違えてると断言できますね。本来だったら懲役1000年とか、そんなレベルの犯罪者です。まずこの栗山がどういったことをやったのかから話していきますので、今日も最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、バッキー事件とは。項目2、バッキーとその後継会社。項目3、栗山流はどのような人物が。項目4、バッキーの悪影響。項目5、いよいよ出所してくるの5項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、バッキー事件とはです。まずはここからですが、今日は少しだけ規制音をさすがに入れさせていただきます。聞き苦しいとは思いますが、ご容赦ください。どっちにしても収益は剥奪されるのはほぼ確定でしょうが、動画自体が削除されてしまうと注意喚起もクソもないですからね。今から話していきますが、女性の方はこの項目と次の項目はスキップ推奨でございます。ではいきます。バッキー事件とは、2004年12月に AV メーカーバッキービジュアルプランニング以下バッキーが AV 女優のモデルなどを騙して、水攻め、乳首攻め、乳首釣り、陰毛皮で焼く、肛門に器具を突っ込み、器具を破裂させ、肛門と直腸に大怪我をさせる、性器に異物を挿入し子宮を破壊するといった AV というジャンルを借りた豪華事象が発覚した事件でございます。被害者女性は10人以上に上りまして、国会でも取り上げられるなど AV 業界始まって以来の大事件となりました。一般的にバッキー事件という名前で知られていますが、ここの動画内では正式の事件名を用いさせていただきます。警視庁捜査一課によりますと、2004年6月、東京都豊島区池袋の居酒屋で、当時規制対象ではありませんでした脱法ドラッグを AV 女優に吸わせて、フラフラにさせホテルに連れ込み、スタッフらが女優を殴る蹴るなどの集団暴行を働いた上に、服を破いて全裸にさせ、肛門と女性器に異物を入れてかき回して出血を伴う大怪我をさせました。さらにスタッフらに撮影を止めるよう懇願しました女優を無視して強
化するなど、漫画や映画の中でもありえないような行為をビデオ撮影しながら行いました。女優は全裸でホテルを飛び出しまして、警官に助けを求めたといいます。撮影はこの警官に助けを求めたところで終了しています。警官がすぐに救急車の出動要請を出し、女優は病院に搬送されました。もう少し遅ければ死んでいたと医者から告げられたといいます。その場にいましたスタッフは警察からの質問に対してあれは演技だと答えましたが、撮影を行っていましたスタジオからは手錠の他に水攻めに使用したとみられます。バスタブや多数の血痕、包丁やナイフなどが見つかりました。警察は傷害容疑でスタッフや監督を逮捕、警視庁に拘留しました。彼らはその後に保釈されましたが、別の作品の女優やモデルから強姦致傷容疑で警視庁、神奈川県警、埼玉県警に告訴状を提出され、スタッフや監督、バッキーの社長、栗山龍が同容疑等で再逮捕されました。その後、東京地裁に起訴されましたが、後半にて社長の栗山龍は、あれは演技で芸術作品、女優を暴行して強姦するというジャンルは購入者の欲望を代表してやっただけ、器具を使って女体をいたぶり、乳首をペンチで締め上げ、悲鳴を上げさせるのは悪いことなのかと話し、裁判官から失笑を買いました。結局栗山には懲役18年、監督には12年等、全員が実刑判決を食らいました。監督は控訴せず、一審で判決が確定しました。しかし栗山は控訴審であります。東京高裁でも同じ判決を受け、最高裁にも上告しましたが、後に取り下げ、懲役18年の刑が確定し、刑務所に収監されました。過激な行為が少なからず、含まれる AV であっても当人の意思を無視して良いわけがなく、これらの行為は当然彼女たちの人権を著しく侵害している上に、甚だしく凄惨な行為でした。命を落とす危険性すらある行為であり、想像の世界ならばともかく現実でやるものではありません。それでは次の項目です。占いバスターズ項目にバッキーとその後継会社です。制作会社バッキーは逮捕されて当然としか言えないものばかり作っていました。全項目の最後で紹介しました肛門や子宮を破壊する行為など、人のする所業ではなくもはや拷問でございます。肛門にバルーンを入れて膨らまして直腸内でバルーンを割った結果、女優の直腸や肛門に大怪我を負わせました。緊急手術で一命は取り留めましたものの、人工肛門でしか排泄ができなくなってしまいました。別の水攻めシリーズでは撮影時間がなんと12時間もの間延々と暴行され続けました。男優が女優の頭を鏡に打ち付け、頭から出血しました。そして鏡が割れ、その破片で右足首アキレス腱あたりが10センチほど切って大量出血しました。その女優は出血と全身打撲、鞭打ちになり車椅子で生活せざるを得なくなっております。他シリーズでは膣に異物を混入する、膣にゴキブリを入れ男性器で潰す、女優を全裸にしビルから落とそうとする、女性は骨折しました、酒を大量に飲ませ急性アルコール中毒にさせ、意識をなくしてカメラを回したまま強姦しています。また強制的に人間を食べさせる、顔面を殴り顔面骨折をさせるなどしていました。そのような内容でしたが、女優募集の文句はライトな SM です、簡単なヌードモデルといった風にしておりました。今話しました女優募集の内容がライトな SM、 簡単なヌードモデルといったように素人に近い女優を募集していたのには訳があります。実は事件の前からバッキーという会社は業界内で女優潰し、女優564と有名でした。少し売れている女優であれば絶対に出演希望を出さなかったのです。案の定作品に出た後に身体障害者になったり精神状態がおかしくなったため AV 女優を辞めたり失踪する人が続出したと言われています。にもかかわらずギャラは相当安く、 AV 出演女優に対してすら20万円前後しか払わなかったといいます。他社の売れっ子女優だと数百万は当たり前の時代でした。全ての作品でリアルさを追求したため、内容は一切伝えずに出演契約にサインをさせ、女優がサインをした途端にレイプを開始する。世間一般ではそれを強姦というのですが、彼らはそういう理念が全く欠如していたようです。その事件の前に、他シリーズの被害者たちが警察に訴えを出したことがありましたが、その際は被害届が受理されませんでした。しかしその後ようやく警察もただごとではないと本腰で捜査を開始し、他被害者女優たちも次々に訴え続けました。バッキーは自社作品の購入者で構成されています。監禁友の会を発足させ、一時期購入者特典でこのビデオの撮影に参加し、実際にモデルの女優に対し暴行を行うことを手伝っていたということがその後の捜査で分かっています。またバッキーも事件の影響を受けて一度は解散したものの、コレクターという後継 AV 会社を起こして女性への虐待を行う AV の制作販売を続けていました。
コレクターはバッキー時代の作品の版権も引き継いでおり、刑事事件に発展しました作品もそのまま証拠にもなく販売をし続けていました。なお後継会社コレクターに出演しております。女優は引退間近、破れかぶれ、自殺志願者というような人ばかりでした。警察が入りましたから、近年では以前のような女優やモデルに致命的な怪我やとんでもない行為はしていないようです。しかしこちらの会社の作品撮影後に自殺志願者が本当に電車に飛び込んで亡くなったようでして、その後は自殺志願者も出演女優に選ばないようにしたそうです。当たり前ですが、こういった反射的な作品を販売しているビジネスがいつまでもまかり通るわけはありません。事件当時と比べまして、スマホの普及や SNS などのコミュニケーションツールが浸透していますから、バッキーはもちろん後継会社のコレクターの危険な面がいくつも浮き彫りにされておりますから、当然そんな危ない会社の作品に出演したいと思う女性がいるわけがなく、素人の女の子たちや AV のプロの女優からも避けられ続けました結果、作品に必要なセクシー女優を確保できず、新しい作品を制作できなくなり、業績が急速に悪化していきました。2017年、コレクターはバッキー時代の賠償金の支払いなどもありまして、会社としての事業は停止し、事実上自主廃業となり経営破綻しました。一応その後も公式 Twitter アカウントと公式サイトは生きていましたが、実質活動はしていません。それ以降の動向はコレクターに所属していました元関係者が無報酬で活動しているに過ぎないと見られており、会社としては休眠法人となっているようです。それでは次の項目です。項目3、栗山龍はどのような人物かです。栗山龍は経歴や生い立ちについてはほとんど知られていませんが、現在分かっている情報だけでも共有しておきます。栗山が AV 制作会社バッキービジュアルプランニングを設立する前の話です。かつて日本にはダイヤル Q2 と呼ばれます NTT の電話サービスがありました。電話やインターネット接続でアダルトコンテンツの有料情報を提供しまして、利用者が情報料金を電話料金と一緒に支払うものでした。これは1990年代前半にブームとなり、社会現象にまでなりましたが、インターネット接続が電話回線以外のインフラの普及によって下火になりましたが、栗山はこのダイヤル Q2 で膨大な利益を上げていたという話でございます。栗山が25歳頃に多額の資金を得て、自身が経営コンサルで活躍し、資産を増やし、脱法ドラッグでも荒稼ぎして、自身の年収を50億と語っていたらしいです。栗山はバッキービジュアルプランニングでビデオの制作をすることの他にも、 SM クラブなどの風俗店の経営や大手企業の経営コンサルタントなどもこなしていました。さらに格闘技ジム、パシフィックジムの出資もしており、投資家としての顔も持っていました。そのため経営者として成功していた AV 業界や性風俗業界ではそこそこ名の知れた存在でした。過去には雑誌の取材を受けたこともありました。栗山は悪どい手を使いながらも数々の事業に成功しており、相当の富豪であったことから、世界に7台しかない限定のフェラーリを乗り回し、さらに17台の高級会社を所持していたということです。また利用限度額無制限のアメックスセンチュリオンカードというゴールドカードよりも上の最高ランクのクレジットカードを2枚所有していたことでも有名でした。羽振りもよく、知り合いからはセレブという印象を持たれていましたが、どこか精神的に病んでいるといった印象を持たれがちだったといいます。栗山は子供の頃から猫を564することを趣味としていたようです。大人になってからもわざわざ猫を買ってきては水で溺死させたり、車で何度も引くなど残酷な扱いをしていたということです。それも人目をはばかることもなく周りにも公言していたというので驚きです。この項目の冒頭でも話しましたが、栗山の家族や生い立ちについては情報が全くありません。また結婚しているかどうかも不明で、恋人や妻、子供がいたのかという情報もありません。一部ネット上の噂では AV 業界には在日朝鮮人が多いという見方もありまして、その傾向から栗山も在日という情報もささやかれていますが、はっきりとした確証や証拠はなく、こちらも一切不明でございます。それでは次の項目です。項目4、バッキーの悪影響です。このような作品は二次災害も引き起こしています。バッキーの作品を見て影響されました人間が実際に事件を起こしています。それが山口女子高先生564事件です。2006年8月28日、ある女子学生の姿が見えなくなったのを友人の女子学生が不審に思い、教員と共に探していました。当日は夏休み中でしたが、被害者らは卒業論文作成のため自主投稿していました。午後3時頃、女子学生が所属しています研究室で探していた女子学生が荷造り用のビニール紐で首を絞められた状態で発見されました。この研究室には鍵がかかっており、密室状態でした。
なお事件が起きたとみられます。研究室の鍵は日本国外に出張中の女性教員の他に、この研究室に所属する5人全てが合鍵を所持していました。犯人とみられます少年は前日に電子メールで課題を教えてほしいと伝えており、あらかじめ待ち構えていたとみられています。被害者の爪には抵抗した際についたと思われます。犯人の血液と皮膚が残されていました。遺体の着衣には一部乱れがありました。山口県警本部は被害者の体などに付着していました毛髪を DNA 鑑定し、毛髪がこの研究室に所属しております19歳の男子学生のものであると判断。翌日の8月29日にこの学生を564の疑いで逮捕状を山口地方裁判所に請求しました。即日発布され、9月1日にこの学生を564の疑いで全国に指名手配しました。犯人とみられます少年は自身が保有していましたホンダ製の青い原付バイクが自宅からなくなっていることから、これを使って逃走していたとみられていました。その後9月7日に学校からほど近い山口県の山林脇に少年のものと同じ青い原付バイクを発見。さらにそこから入りました山林の中で少年の遺体が発見されました。そばの2本の木にロープがかかっており、首吊り自殺とみられています。この遺体は指名手配中でした男子学生と確認されました。遺体は一部が白骨化しており、事件から程なくして亡くなったものとみられています。9月7日発売の週刊新潮では、捜査関係者の話として遺体に精液が付着していたという話が載せられていました。犯人とみられます少年はレップもののビデオ DVD を大量に保管しており、特に本物の強盗シーンを映しまして警察に摘発され、バッキー事件として有名となったバッキービジュアルプランニングのビデオはほぼ一通り揃えていました。はいと、このようにバッキーが作りました事件の女性被害者だけでなく、バッキーが作りました作品はその後別の被害まで生み出しているのです。それでは最後の項目です。項目5、いよいよ出所してくるです。はい、ということで、あまりに凄惨なバッキー事件を今日は紹介してきました。これもできるだけ YouTube の規約に引っかからないように僕も注意して話していますから、本来はもっとえげつない作品があります。それを作りました栗山がいよいよ2024年に出所すると言われています。栗山の刑期は18年ですから、逮捕された時から計算しますと今年2024年から来年2025年にかけて出所予定であることがわかりますが、たとえそれだけの間刑務所の中にいたとしても、当たり前ですが改心している様子は一切ありません。ということは出所後再び同様の犯行を繰り返す可能性が高いと見ていいでしょう。金のためだけではなく、猫を平気で564するガチのサイコパスですから、一生マインドは同じです。ただ犯罪者は出所後も同じ仕事をすることは多いというデータはありますので、以前彼が稼いでいました AV 業界に戻ってくる可能性もあります。ですからその業界に関わっている方、また関わる可能性がある方は事件に巻き込まれないように気をつけないといけません。このチャンネルでは以前から出所してくる凶悪犯シリーズの動画を作っていますが、今回の栗山が最も危ないかもしれません。今まで紹介してきた凶悪犯の中でも平気で猫を564しているような人間はあまりいませんでした。ですから仕事であれプライベートであれ何があっても関わらないようにすることが大事です。彼は今まで紹介してきました凶悪犯よりもともとが有名で風貌も分かりやすいタイプですから、出所後目撃証言はネットや SNS にすぐ出そうです。そういった面では助かります。もともとが派手な人物ですから、おそらく予想ではまた東京の繁華街あたりをうろついたりするのではないでしょうか。そうしますと多分情報がばらまかれるはずです。そのような場合は僕も動画で注意喚起などを促したいと思いますし、 Twitter などをチェックしてもらいましたら画像や動画が拡散される可能性が高いと思いますので、皆様も見逃さないよう気にかけておいた方がいいでしょう。はい、ということで今日はもう少しで出所すると言われています凶悪犯罪者栗山龍について話させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金、すべて無料ですから気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。